今日はですね、171の SLK、これ買ってみました。で、172の SLK と、まあ、171の SLK と、まあ、うち2台あるわけなんですけれども、まあ、どっちかというと僕は171のこの SLK の方が好きなんですね。で、なんでかっていうと、この SLR のマクラーレンっていうモデルの、このスーパーカーみたいなやつが、こう、ベンツでもあるんですけれども、まあ、それをこう、ギュッとこう、ちっちゃくしてみたいな感じで、まあ、すっごい男前だなって、こう、僕、思うわけですね。で、今日は、そんな171の SLK を買ったので、まあ、ちょこっとね、僕なりに、こう、いじっていこうかなと思って、まあ、動画出してみようかなと思ってます。で、まず何をするかというと、こちら。AMG のエンブレム。まあ、定番ですよね。まあ、この AMG ちゃうのに、AMG のバッチあって、うんたらかんたらとかっていう論争がまあ、繰り広げられてますけれども、まあ僕はもうこれ貼ることによってね、なんか、しまったなーみたいな感じがするんで、まあしまったなーで、あっちゃってやっちゃったーじゃなくて、こうなんか、ええ感じにこう、決まってんなーみたいな感じになるから、僕好きなんですけれども、まあ皆さんいかがでしょうか。というわけでまあ、今回は、こいつをまず貼ります。で、次に、この、AMG の、この、センターキャップ。これを、まあ、うち、まあ、これ 2種類ね、こう、メッキのやつとこうあるんですけれども、こいつを、今回は、こいつにはめていこうかなと思います。で、そして最後に、このね、172だと前期モデルまでなんですけれども、まあ、シフトノブなんですよね。こう、ポチポチってこう、する、あの、ベンツの今時の、なんかセレクターレバーみたいなやつやのうて、こう、ガチャガチャってする、このシュートロープが、こう、ニョキッとこう生えとるわけなんですけれども、で、これ、先っぽのこのベンツマークが、もうね、くすんでね、なんかもう、やれがやれやれみたいな感じになっとるんで、こいつ、もう先に、マイナスドライバーとかでこう、ほじくり出しました。で、全部摘出した状態なんですけれども、そこに、これ。ちょっとね、これね、わかんないんですけど、ちょっとわかりにくくてごめんなさい。AMG の、金属でできたバッチ、これあるんですね。で、こいつ、ちょっとでかいんですよ。なので、こいつの周りを、こう、削って、シフトノブにバッチリ合うように加工して付けようと思ってます。さあ、それでは、早速やっていきましょう。さあ、それでは、まずは、白の AMG のバッチから貼っていこうと思います。貼り方に関してはですね、左側についているエンブレムの左端と、下側からの長さを測って、それを基準に、こう、まっすぐ貼っていけば、いい感じに貼れます。で、まあ、先ほども言いましたけども、まあ、AMG じゃない車に、何 AMG のエンブレム貼っとんねんとかって言うてもですね、まあ、AMG のエアロを巻いてあるから、AMG であることにも変わりはないんですけれども、とか今言うとね、またブツ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 言う人いますけど、もううるさいんじゃんみたいな感じでね、まあ皆さん、堂々と AMG のエンブレム貼っていただければいいんじゃないかなと、僕は思ってます。で、このまあ、AMG のね、このエンブレム貼ってね、こうまあ、何がどう変わんねんみたいな感じなんですけど、実はね、これやっぱあるとないとではね、やっぱりこの車がこう閉まるこの感じっていうのがね、こう見て本当にわかりやすいので、まあこんな安いパーツですけど、まあ買って貼ってみると、案外ね、ごっついええ感じで車閉まるんで、まあぜひ皆さん、まあそんなね、AMG じゃないのにっていう、そんな声に負けずですね、AMG のスポーツパッケージ、まあ現代で言うと AMG ライン、この車にね、貼っていただければいいんじゃないかなと思います。さあ、そんなこんなでこう貼り終わりまして、こうバッチリこういい感じに仕上がっております。まあ、これ自体はね、すごく簡単なので、まあ皆さん気軽にできるかなと思うんですが、問題は次。隣のね、普通のまあ、この場合 CSLK の350、まあこう書いてあるこのエンブレムですけれども、これみんなどないして外すねんってみんな思ってる人多いんじゃないかなと思うんですが、まあ、本来はピアノ線みたいなやつでこうギコギコやるんですけれども、まあこの場合ですね、僕は、こう今かけてますけど、こう熱湯を上からこう注いでですね、そうするとこうペロンってこうめくれるんで、まあそれで僕はいつも撮ってますっていうかこの方法でしか撮ったことないです。で、あと、まあ、こういう風に、まあ、後がこう残るんで、こう、一生懸命パーツクリーナー使ったり、こう、コンパウンド使ってみたり、こういろんなことしてやった後で、こういう風にね、消しゴムみたいなやつで、こう、一気にいきます。
で、これみんなね、一般のご家庭の人だとこういうの持ってないと思うんで、まあそういう人はですね、もうしこたま磨いてください。もう1時間も2時間もこうシコ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 磨くとこう綺麗になりますから、そうやってもらうしかないんで頑張りましょう。というわけで、まあこれで無事取れましたので、あとはまあ会社になんか、何でか知らんけど用件5の数字転がってたんで、このついでにねこの5を貼って、SLK55 はい、これバッチリ嘘です。でもねこう貼ってみると意外とかっこいいんで、まあやってみたらいいんじゃないかなと思います。まあしかしこんなノーマルでもリアのフェンダーごっつい出てますね。さあ続いて、ホイールのセンターキャップ、こいつを交換していくんですけれども、はい、まずはね、まあ、こういう時しかこのホイールの内側洗えることないんで、まあ、この隙にですねもうしこたまもバチバチにこう綺麗に磨いていきましょう。で、こう綺麗にこう磨くとですね、特にまあ何があるっていうわけでもないんですけれども、まあ、とりあえずなんか尺があるんでなんか尺らなあかんなと思ってますけど、ちょっと掃除するの長ないかなこれ。まあそんなコーナーでですね、今回、一生懸命こう磨いておるわけですけれども、このたくさんスポークがあるやつ、まあ正直嫌いですね。もうめっちゃ長いこと洗わなあきませんので、もう少しなんかスポークを減らしてくれてもよかったんちゃうかなとちょっと思いながらこうやっているわけですね。で、はい、やってきました、AMG のこのセンターキャップ。まあこれもどこでも買えるんかな、うちでも扱ってますけども、まあこれはまあどっかで皆さん買うてきてみんな自分でやってください。はい、というわけで、完成です。いかがでしょうか。なかなかシャレオツなんじゃないですか。まあ、ちょっと向き間違えましたけどね。で、あと、このタイヤをこう取り付けるときに、こう普通の国産車だとこう棒生えとるんでそこに穴ブスって刺すだけなんで楽なんですけども、外車の場合こう逆です。なのでこの外車枠を取り付けるとき穴が合わへんなって言って難しい方おられて、まあ指示棒みたいなやつがあるんですけど、まあ、そんなこと使わずにですね、1本だけこうボルトをホイールにぶっ刺して穴めがけていくと案外こう結構簡単につくんで、皆さんぜひ真似してみてください。で、今この動画の中では今トルクレンチ締めてませんけど、後でこれ4本まとめて締めてますんで、あとはこれを残り3本やるだけですね。はい、1本でももう十分疲れております。さあ、このホイールをこう外した時なんですけど、このホイールをつけるこの真ん中のところがこうニョキッとこう生えとるこの物体、ここめっちゃ錆びるんで、こうスタッドレスから交換するときとかタイヤ外したときにね、必ずここ100均とこでこのワイヤーブラシ買うてきて少々磨いてあってください。でないとこうタイヤを外すときにねタイヤが固着して外れなくなるんで、必ずここを掃除するようにしましょう。あと今手でこう触ってますけど、ここの部分、なんかねこうイボイボしたやつが折れへんかとかこう探してですね、でこうイボイボしたものがある状態でタイヤつけるとそこだけぷっくり浮いて走行中に外れたりね、あの悲しいことが起きるんで、必ずこうイボイボしてないかっていうのはね確認して掃除してからタイヤつけるようにしましょう。まあ旅行先とか彼女お隣の人の時にタイヤ外れてタイヤだけ先走っててしもたって言うたらもう絶望しかないんで、ここ必ずこう綺麗にするようにしましょう。まあついでにこの中覗いてとかですね。で、これ今このなんかこうグリス取り出してますけど、さっき言ったこのニポッとこう生えとるこの真ん中、ここに薄くこうグリスをね塗っておきましょう。そうするとタイヤがこう外すときにこう固着して外れんとかっていうことがないんで、この作業ね必ずするようにしましょう。でないともうねタイヤ外すのねほんまこれコーチにちょっとバイモルタルかっていうくらいこうイライラするときあるんで、必ずやってください。というわけでこの反対側こういう感じでね外れないんですね。まあこういう時にまあ僕らどうするかっていうと、まあなんか道具特にまあ何にもないんですけど、私一体何しに向こう向いて歩いてたんでしょうね。これ何にも持ってませんね。はい、さあそれではですねやっていきましょう。まずどつく、もうこれしかないですね。もうタイヤを目がけてねこうバン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 叩いてなんとか固着しとんの外れへんかなと思ってやるわけですけど、取れないと。まあこんな感じになるんで最終手段蹴るですね。タイヤ回しながらひたすら蹴ると。というわけで、はい、外れました。もうしっかりしろや車やマジで。はい、怒ってますねこれね。こう前どっかで
タイヤ交換した車屋のやつがグリス塗ったり裏掃除してへんかったりとかしてこういうことになるんでしょうね。なのでその僕じゃないですよ、僕はちゃんとやって外してグリス塗ったり掃除したりしますから僕じゃないですよ。はい、というわけで今、一生懸命シコシコシコいこと、ルーターを使って、AMG のパッチをね、これ金属製なんでこう切ってみますけども、なんか中にはプラスチック製とかなんかあるんかな。でもうちが持ってるのこの金属のやつなんで、これをねルーターでこう削って、シフトノブの先っちょにこう綺麗にこう収まるように、まあ周りをずっとこう削っていってます。まあシフトノブの頭のこの外し方ですけど、まあ、とりあえず品目です。早速引きちぎっております。こちら、わあまだちょっとでかいの。あ、でもぴったりじゃね。あれあれぴったりじゃない、これ来た来たんじゃない。もうちょっと削った方がいい。ちょい見えますかね。いかがでしょうか。生まれ変わったシフトノブ、もうちょっと削った方がいいかな。ぴったりじゃない、ぴったりなんだ。ぴったりすぎるのか。ちょっと削ろうかな。さあね、新しくねこうこの車を買ってくれるお客さんがねかっこいいなってこうね思っていただければいいなと思いながらこう微調整をしていって、さあ削ってまいりました。どうかな、やばい、バッチリ、かっこいい、バッチリじゃん、嬉しい。どうでしょうか、めちゃくちゃかっこよくないですか。あ、ちょっとこれテンション上がる。じゃあ裏の両面テープ剥がして貼っていきます。はい、貼り付け終わりました。どうでしょうか、皆さんここのあの元々ついてたこのベンツマーク、これね結構もうバキバキになってる人結構多いから、新しいこのシフトノブ自体を交換するっていう人多いと思うんですけど、ここのね皮の部分、皮なんかなこれ、何やろ、この部分がまだ綺麗だったらね、ここの上だけマイナスドライバーとかでほじくり出して、でこのうちで扱ってますけど、まあどこでも買えるんかなこれ、まあこれ買ってきてもらってちょっと削ってつけてもらうとこんな見違えるような仕上がりになります。めちゃくちゃかっこよくないですか。あ、ボケてるボケてる。まあ、さああとはねまあもう洗って、写真撮って、カーセンサーグーネットを掲載していこうかなと思ってますが、もう自分で乗ろうかなともちょっと思ってたりもします。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。こうなんとなくこう今回はこうナレーションみたいなことをやってみたことやってみたわけですけど、まあちょっとこれでまあ二度とやらんなっていう気になったわけですけれども、まあこんなねちっちゃなパーツたち、本当にまあエアロみたいにこうドーンとかこうホイールドーンみたいな感じじゃない、ほんのこんなちっちゃなパーツ一つでこの車ってねこうちょっとこうワクワクさせてくれるんですよね。なので皆さんこう車をいじるっていう時にこのでかいものつけなきゃいけないからお金がかかるからとかじゃなくて、こういうちっちゃなものを一つ一つこう組み合わせていくことによって自分なりのオリジナリティっていうのが出てくるんで、皆さんもそんなね、こういうちっちゃなパーツですけれども、ぜひ真似してやってみていただけたらいいなと思っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。まあ、最後はね、かなりこれ余談ですけども、この燃料がね、こうなくなっていったわけなんですけれども、燃料がなくなって、で、こうなんかマークよう見てたら、これ皆さん何に見えます？なんか、潰れた、なんかカエルみたいな感じになってて、なんかちょろっと車の中でフフってしました。